こんにちは、キズナあかりです。前回は丸石を大量に生産しようとして、スピードアップグレードが4枚しか刺さらずに困り果てていたところまででした。もっと多くのアップグレードを刺せるように、アップグレードをアップグレードします。なんかようわからんこと言ったな。はい、そのためのアイテム、エンチャンターを作りました。自動エンチャント機能があるのかどうか、未検証なのでわかりません。ウィキにも載ってないんですよこれ。で、エンチャンターなだけあって、周辺に本棚などにエンチャントレベルを上げるブロックを配置する必要があります。普通に本棚でもいいんですが、別のやつにしましょう。はい、マジカルウッドです。あれ、これどこかで出てきたような？マジカルウッドは本棚 2.5 個分のパワーがあります。つまりロックを置けば、レベル30にエンチャントができるわけです。それで、エンチャンターにキングロックトラピスを入れて、アップグレードしても遅いと感じるくらい時間のかかる処理をすれば、エンチャントメタルブロックができます。ちなみにマジカルウッドは、エンチャンターでも作ることができます。そしてマジカルウッドとリンゴで、マジカルアップル、そして上位のスピードアップグレードを作りました。これは1枚あたりの効果は変わらないらしいですが、16枚まで積むことができます。さて丸石製造機の方に戻りましょう。エンダーチェストに入った丸石はインポーターで RS システムに取り込まれてクアンタムストレージに入ります。しかしインポーターの方もスピードを上げないと間に合いませんね。ということでこちらもスタックアップグレードを作りました。砂糖がふんだんに使われた美味しそうなアップグレードです。こうして高速丸石製造機が完成しました。増やそうと思えばもっと増やせますが、疲れたのでここまで。さて、その製造速度を確認してみましょう。秒間3000個ぐらいかな？とすると、20億集まるまで200時間。あ、やっぱもっと増やさなきゃダメですね。そうこうしている間に、80圧縮丸石の材料が揃っていました。パパパッと作ってしまいましょう。70圧縮丸石を作って、80圧縮丸石を作りました。使い道ないよこんなの。設置してみました。黒い、ここにシゲルが混ざっててもバレないレベルで黒い。というかこれちゃんと壊せるんだよね。岩盤並みの硬さだったらどうしよう。うわぁ、硬いなこれ。コバルトピックルなのに、スタッフオブパワーならどうだろう。ああ、これならまあ壊せるっちゃ壊せますね。スタッフオブパワーですらこの速度か。クエストクリアです。これで残りクエストは6個になりました。あと3パートぐらいで終わらないかな。さて、丸石製造機をもっと高速化しなきゃ。丸石製造効率を上げたものがこちらになります。タワーを1本増やして、それと製造機からの回収がボトルネックになっていたので、それを解消しました。製造効率を確認してみましょうか。秒間6000個、倍になりました。これなら100時間ぐらいで満タンにできます。まあ許容範囲かな。そして見ていただければわかりますが、すでに10億個まで貯めております。一晩放置すれば2億増えるので、あと5回繰り返せば良さそうです。残りのクエスト消化しましょう。まずはテラインスキャナーで5種類のバイオームを作成するクエストです。バイオームの書き換えでも行うんでしょうか？よくわからないんですけど、とりあえず作ってみましょうか。テラインスキャナーのレシピも、モッドパックらしいものとなっております。ではでは作っていきましょう。クアンタムクアーリーを作りまして、スクリーンを作りまして、白紙の地図を作りまして、ベーシックのバイオームスキャナーを作りまして、アドバンスドのバイオームスキャナーを作りまして、エリートのバイオームスキャナーを作りまして、アルティメットのバイオームスキャナーを作りまして、テラインスキャナーを作りました。テラインは地形のことですし、これで地形をスキャンして記録するんでしょうか？ここで一旦調べてみてもよかったですが、初見の気持ちを楽しみたい気分だったので、このまま進めちゃいます。こちらがテラインスキャナーになります。おっと、エネルギーが必要。RF でいいのかな？そして、スピードってのはスキャンの速度でしょうか？つまりエネルギーを用意してスピードを設定してオンにすれば、この辺の地形をスキャンしてくれるということでしょうかね。それじゃあ、早速、スキャンが始まりましたね。しかしこの様子だと、1チャンク分の全てのブロックをスキャンしそうな感じなので、時間がかかりそう。どこかにスキャン範囲とか表示されてないのかな。おや、ミニマップに大きな違和感。そしてものすごく嫌な予感。ちょっと。マジか。これスキャンするというより新しくチャンクを作り直す装置じゃないですか。やだ。
うわぁ岩盤だから撤去できないし、たまたま暗いところに生成されたせいでモンスター湧いてるし、最悪だ。つまりクエストの目標は、5種類のバイオームを探して、そこに新たに地形を生成させるというわけですか。では、ノーカットで1つ目の大地が生成される様子を見てみましょう。あー暗くなってきちゃった。タイミング間違えたかな。というか、鉱石も洞窟も普通に生成されるので、スパナー部屋とか廃校とか生成しないでおくれよ。スポーンしたモンスターが地形に飲み込まれていく。ついでにスキャナー本体も飲み込まれてる。山岳だから想像以上に標高が高かったね。はい、できました。その後も森林と、草原と、河川と、何だったか忘れたけど、少なくとも今までのバイオームとは違うバイオームに地形を作りました。はい、これでクエスト条件クリアです。これを活用して、空から初めて大地を再生成する企画とかできそう。いやまあ次の企画もその次も決まってるからやらないですけど。さて、これで残りクエストは5個です。そしてこのままもう一つクエスト進めようと思ってたのですが、時間が微妙なので、今回はここまでといたします。では、また次回をお楽しみに。